あ、ゆきちゃんでございます。おめでとうございます。今日なんですけども、はい、ちょっと最近スタッフが作ったちょっと新しいロイヤルラインの洋服が結構上がってきたので、うんうん、最近実はあまり先生に相談せずに勝手に作ってる感じがちょっとありまして、非常にあるね。そうなんですなのでせっかくなんで先生にちょっと事後報告になるんですけども、作ったもののちょっとアドバイスともいただければなと思いまして、はい、そうだね、はい、というのをちょっとあんまり変なの作ってもらっちゃ困っちゃうからね。そうなんです、はい、変なの作ってないか確認していただきたいなと。そうですよね、はい、はい、じゃあ、はい、ちょっと皆さんやってみましょうか。よろしくお願いします。はいはい、それでは最初はですね、かっちゃんかずのこのかつからやってもらいますけど、はい、これが何？一番新しいやつ？そうですね。これがつい先日出来上がってきた、うん、スーツなんですけど、うん、こちらはブラックウォッチでちょっとスーツを作ってみました。なるほど。なんで、これ選んだかっていうのも理由っていうのはですね、うん、はいはい、去年の10月にフォックスブラザーズのダグラス社長が、うん、来られた時、うん、その時にちょうどパーティーもインコントロール主催でやった時に、はい、ブラックフォーマルをっていう切り口がありまして、でなんとダグラス社長はタキシードの下にこのブラックウォッチをブラザーズ合わせてたんですよね、うん、それを見て、あ、そういうブラックフォーマルの領域があるのかなっていうのを知り、うんうんうん、であれば、まあ、自分自身ちょっとブラックをあんまり着る機会がなかったんですけど、うん、ここでなんかダークな世界をちょっとこれだったら入れるかなと思い、ちょっとスーツで仕立ててみようと思い仕立ててみました。で実際、まあ、この合わせる時になんですけど、うん、やっぱこんぐらい大きいチェックのスーツっていうのは僕も持ってなかったので、まあ、無地には見えるんですけど、うんうんうん、やっぱりネクタイの合わせっていうのは本当に悩みまして、うんうん、まあ、結局、まあ、無難っていうところを選んでしまうところで、うん、このネイビーの、うん、まあ、手持ちもソリッドでこれしかなかったかなってなるんですけど、うんうん、まあ、これでどうなのかなっていうのをちょっと先生にちょっと本当ご相談しないといかんなっていう状況でありました、ね、朝も今日何本も合わせてはちょっと分かんないなっていうところが正直あったんで、ね、ちょっと先生そこをいろいろとご助言いただけたらなと思うところ。まあ、助言というよりは、まあ、例えばこれを僕がもし作ったとしたらというと、はい、まあ、一番今手堅いこうネイビーの、うん、で合わせるとまず間違いないだろうなと。これはまあ一番ある意味無難な路線で安心感があるっていうのがあるけど、でよくそこで考えてもらいたいのは、このブラックウォッチっていうのは、まあ、前にもちょっとお話したかもしれませんけど、スコットランドの軍服から来てるタータンチェックですよね。でブラックウォッチするんで、意外とこう、まあ、意味合いはね奥深い。イギリスから攻めてくるのブラックウォッチ、ね、きっと見ていけみたいな、そういうちょっと素材からの語源っていうのはあるんですけれど、まあ、これは僕はブラックウォッチはいくつかのイメージがあって、まあ、かっていうのはやっぱアイビートラッドおじさんはブラックウォッチ大好きおじさんみたいな人が未だに結構たまにね見かけますけど、そういう人か、でもしくはやっぱり写真集で何度か見るのはアンディ・ウォーホールですよね。アンディ・ウォーホールもやっぱりこのブラックウォッチのジャケットにタータンチェックをよく使うみたいなのはアンディ・ウォーホールのスタイルにはあるんですけど、まあ、はたまた今日のちょっとスタイルで、まあ、スーツをですね、一応こうパッチポケットですからジャケット単品でも着れるわけだよね。あ、はいはい、そうで、ジャケット単品でも着れますと。でこれをまあ僕だったらこれをじゃあどう着るかなというところで思うとですね、まあ、いろんな着方あるんですけど、まず無地のネクタイだと今このネクタイはこう綾織りのレッポ織りなんだけど、ちょっとフラットでもうちょっと素材に、凹凸感がある紺のネイビーの無地のネクタイに多分選ぶかなと思う。まあ、これはやっぱり無難路線は間違いないですね。はいはいはい、であ、まあ、でも少しこれよりかはなんか、うん、違うなっていうのは全然わかります。あとはまあもう一つはまあこういうふうにこうワンアクセントある、まあ、こういうふうなちょっとこのワンポイントがここに入るだけでだいぶこのブラックウォッチの引き立て感が違う。これ何もないとこうペロッとしてるただ無地っていうね、まあ、白ご飯みたいな感じだけど、ちょっとここに梅干しがあるだけでちょっと味が違うなみたいな感じか。確かにこれした時にやっぱりちょっと無地のところのちょっとなんか寂しさというか、そうですね、なんか味気なさがあったのが一見するとこれも
も無地かと思いきや、そうですね、これ1個あるだけでちょっと違いますね、はい、でそれかもうこれはもう、60年してるネクタイだからもうちょっとこんな状態になっちゃってるんだけど、すごいです、ね、でもこれは最初に僕がヨーロッパ行った時に買ってきたネクタイの一つですけど、これですよね、まあ、これはまあどっちかというとロイヤルレジメンタルストライプという、まあ、紋章があってストライプが入ってる、まあ、こんな風にちょっとミリタリーなイメージで合わせるか、もしくは色合わせとすると、あとまあブラックウォッチのネイビーではなくてグリーンの方を生かして、これはあのフォックスブラザーズのネクタイですけど、こんな合わせ方でやる。ただまあこれの場合はもうちょっとカントリーなイメージなんで、本来はちょっとこのブラックウォッチとは相性上ちょっと違うのかな、色的にはいいんですけど相性がちょっと違うかなと。でもあれですよね、うん、無地のつまらなさが柄でもこういう、そうです、飛んでる柄だったら悪くはないと、はいはい、もしくはまあ同じ無地でも、ボルドー、ボルドーのこの辺で靴下をやっぱりボルドー系のホーズを、履いていただいて、まあ、そんなもので合わせていくと、まあこれにこういう靴下の色の調子ですよね。これだとまたちょっと顔つきがちょっと違うから、ね、そうですね、英国の雰囲気は確かに、そうですね、だからやっぱりあとね、これでいくとそうだな、やっぱり最後はね、まあ、僕が着るとするとこちらのシャツですよね、これはいわゆる薄いパープルね、パープルシャドウだと誰も知らないんだけど、まあ これに、やっぱりこれもパープルと黒のレジメンタルで、まあ、一応シャツはまあここに合わせて、これはね結構ね僕的には好きな合わせ方です、はい、スタイリング的にはいいかなと思います、こういう合わせですよね。でこれにまあ薄いパープル系のここら辺のポケットチーフを入れていくなんていうんで、まあ、この辺のシャツを着ていただくというような、まあそんなところか、はい、でもしくはまあこれがトラウザーズはやめてグレーのトラウザーズにして、これをジャケットとして着ていただく、はいはいはい、まあこの場合の方がもうちょっとこうラフな、うん、でその中には、ブルーデニムで合わせるっていうのもありですよね。そうですね、はい、ちょっとこのそうこういう感じでブルーデニムとの相性はまあいいですよね。でこれ生地的に言うと結構年間に近く着るような感じで、ね、そうですね、年間に行けそうな感じなんで、うん、使い勝手良さそうな感じなんで、ね、アウトポッケにして、はいはいはい、ちょっとあのパープルの具体的に多分僕も見えてないんで、うん、一回調査してみてもいいですか。はい、あ、すみません、はいはい、気がさせていただきます、はいはいはい、じゃあちょっとお着替えしましょう。はい、ます。こんなニッチなスーツを作る人多分いないだろうと、我々しか、わざわざ遊ぶためのスーツを持ってる大人ってかっこいいですよね。はい、はい、着替えてまいりました、はい、いや自分も着てみて、うん、ちょっとブラックウォッチにこの手のラベンダー的なパープルを合わせるっていうのは想像してなかったので、うん、結構テンションが上がって、そう、綺麗だなと思っております。そう、ね、これはやっぱり勉強になりますね。そうね、まあいいと思いますよ、まあ、全部ボタンを開ける場合もあるし、うん、まあ人によってだけど下一つだけでこういうふうに V ゾーンを膨らまして、うん、ポケットは外側に入れるなんていう合わせ方もあるし、でこれはいろいろこう、まあ、映画から僕も学んでんだけど、上一つだけ断崖式ですからちょっと帰りがやりにくいんだけど、帰ってここをグッと広げて、ここに両方にポケットをこういうふうに入れるというと、あとは顔つきが違う、まあ、これあのこのいわゆる顔つきですよね、色が結構見えてくるようになりますもんね。で、あとはもうやっぱり唯一これでスタイリングができたんで、唯一残ってるのはあのこちらです。こちらがまあもうちょっとグッとこういうふうにこうなってくると、ね、まあ、よりこうなんかちょっとこう炎のランナーっぽくなってくるんだけど、時々こうやるのがいろいろこう見てる方が気になさってです ね、 そうですね、髪の毛触りすぎじゃないのって言ってるでしょう。そうですね、お客様からも言われてますんで、ぜひ、はい、気をつけます、ご注意いただいて、はい、次回はじゃ あのえのきと、はい、ナリキーを、はい、やります。よろしくお願いします、はいはい、じゃあ勝さんは次回は、坊主で登場ということでいいですか。はい、マジっすか。はい、それでは、チャオチャオチャオ。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラの夜景魂、星葉さんと私とのこれお宝ですよ。うわ、すごい。